おいおい、いい加減にして。も、俺たちも暇じゃねえんだ。せっかくやるな。とりあえずうちの二軍を倒すまで。わ、はあ、はあ。随分と舐められてるんだな。うちのチームは主力がほぼ抜けちゃって、戦力もいないし、まとめ役もいないし、このままじゃうちのチームは、カリスマ、俺が、はい、キリュウさんならカリスマ性もあるし人脈もあるから。それにさっきプレーを見ましたけど、野球の、そうは言ってもだな。いや、あの騒動、痛いところをつきやがって。やったー。とはいえ右も左もわからんからな。もちろんです。いろいろ説、野球場は昼間しか開いてないんで、日が暮れる、わかった。それじゃよろしくお願いし、どうなることやらだな。腹が減ってる。かしこまりました。それでは出発いたします。こうま、そうだな、あ、いやお、よう、ノック練習でもしようと思ったんすけど、どうしたら少ない人数でも効果的な練習、そうか、そうなんすよね。なんだ。まあでも厳しいことは承知してるんすけどね、僕みたいな下手な選手を迎えてくれたのはこのチームくらい。まあ夢を見るだけならた。いやいや、でも話戻りますけど、人数今のままだと選手交代もできないっすから。まずはメンバーを増やすところから始めなきゃいけねえみたいだな。だがお前ら誰かここ、ほう、いや、千葉さんの言ってる森塚、ええ、千葉さんの高校の同級生、なんでもプロに注目される選手だったみたいですけど。ほう。え、森塚さんはピッチャーなんで、うちのチーム今のところピッチャー、確かにピッチャーが、さあどうせどっかの酒屋、酒屋か、多分声をかけても無駄だ、あいつは。千葉、いや、ん、よろしくお願いし、森塚はどうせどっかの酒、多分声をかけても無駄じゃないかと思いますけど。戻られますか。それでは出発いたします。ほら、うぜえんだよ森塚。森塚、まさか千葉たちが言ってた野球経験者ってのはあいつか。お前いい加減、手当たり次第喧嘩売るのやめねえと、そろそろ死んじまうぞ。期待の選手だったのに悲しいね。落ちるとこまで落ちたな森塚。
まあ、また遊んでやるよ。くそ、ちくしょう。ひどいざまだな。一応声をかけてみるか。あんた、なんだおめえは。桐生だ。実はあんたにちょっと相談したいことがあってな。相談？こんな俺にが。あんた変なやつだな。で、なんだよその相談ってのは。この酔っ払いが何でも聞いてやるぞ。実は俺今瀬戸内ウォーリアーズという草野球チームのキャプテンをやっていてな。何？単刀直入に言う。うちのチームに入ってくれ。断る。どうしてだ。あんた野球をやっていたんだろ。もう俺は野球はやらねえんだ。大嫌いだからな。聞いた話だと何かトラブルがあったというが、一体何があったんだ。てめえなんかに話す筋合いはねえよ。おい、酒だ。酒をよこせよ。もうずいぶん飲んでるんだろ。やめておけ。うるせえ。てめえさっきから何なんだよ。ただでさえ俺はむしゃくしゃしてんだ。酒よこさねえならぶっ殺す。喧嘩では怠慢では負け。酒飲んでてあれだけ戦えるんだ。一体何があったんだ。好きなんてもんじゃねえよ。そうか。ああ、俺は卒業後絶対にプロになる。おかげでチームが勝てないながらもスカウトが目をつけてく。このまま実績を作ればドラフトで指名してくれる。ほう。だがその矢先に起きたのが、プライベートで遊んでた時に飲みすぎて、それで連帯責任でもともと成績不振だったこともあって、結局チームはそのまま解散さ。それはしかもその暴行したメンバーは真剣に野球を。俺はそんな奴のせいで。それからは自暴自棄になっちまってな。でもな、やっぱり野球が。だからまた酒を飲む。森塚、今さら遅え。森塚、うん、なんだ千葉か。お前は俺の球を打てた試しがなかったもんな。だが喜べ、今なら打てるかもしれないぜ。ふざけんな、ふざけんなよ。なんだと。俺はずっと同期のエース森塚の背中を追いかけてきた。森塚の球を打ちたくて、森塚みたいになりたくて、毎日野球をやってきたんだ。羨ましかった。センスもあるし体格もある。俺にはないものばかりだ。なのにチームが解散したから諦めたってなんだよ。プロのなり方なんて他にもたくさんあるはずだろ。何簡単に諦めてんだよ。千葉、俺だけじゃない。森塚に憧れて夢を託してたメンバーがたくさんいたんだ。それなのにダサい理由で諦めて、言い訳して酒飲んで開き直って何やってんだよ。センスがあって野球が好きなのに野球を諦めるなんて。センスがないくせに野球を諦めきれない俺が許さねえぞ。千葉、なあ森塚、もう一度一緒に野球をやろうよ。お前まだ未練があるんだろう。こんな風に飲んでても何も始まんねえよ。もう一度一緒に
あの頃みたいに夢とボールを追いかけようよ。俺の憧れてたかっこいい森塚に戻ってくれよ。千葉いけないいけない、らしくないっすねこんなの。いや、お前らしいよ。中に熱いもんを持ってるところは昔と変わらねえな。俺は逆にそんなお前に憧れてたんだぜ。森塚。キリオさん、さっきの言葉は撤回だ。やっぱり俺も千葉とあんたのチームに入れてくれ。いいのか。ああ、同級生にここまで。俺の人生不完全燃焼で終わっちまってるからな。俺またプロを目指してみるよ。プロか。おう、夢は見るだけならただだから。それにやっぱり野球おう、またよろしくな千葉。おう。森塚が入れば相当な戦力アップっす。尾道にもまだまだ野球経験者がいるって聞きます。もし見つけたら今日みたいに誘ってもらえると助かるっす。わかった。ようよう、弱小ウォーリアーズの皆さん。